ついに3強が出揃った。果たして日本一強い男は誰か。史上最強と呼ばれる男が今決定する。決勝に残った者だけに与えられる挑戦権。山田秀樹、飯田雅人、小島武夫がチャレンジャーとして静かに牙を抜く。そして迎え撃つのは現最強位佐々木秀樹。いよいよ最強のバトルが始まろうとしている。ここで決勝に残った3人の予選データを比較してみよう。まず山田秀樹、彼の場合場数に比べての転敗回数が非常に多いことに気がつく。しかし 1,2 回戦は上がりは拾っているものの失点も同様に多い。それを予選 1,2 回戦の順位が物語っている。その後3回戦目から彼の戦法が変わってきた。赤い枠は3回戦のデータを示している。彼の豪快なリーチが鳴りを潜めたのである。1,2 回戦まで見せてきたパワーでねじ伏せる戦いからスピードを重視した戦法へと切り替えたのが功を奏し、初のトップ取りが叶ったといえよう。しかしその裏には隠された秘話があったのである。3回戦から会長のペンダントをお借りしまして、それからもう会長が自分に乗り移ってくれて、そうです、これはい、自分の力じゃない力が出たと思います。自分一人の力だったらこんなに勝てなかったんじゃないかな。事実、この後の山田は鬼人が乗り移ったかのように上がりを拾っていった。4回戦目ではラスオヤで親満2発を含む5連チャンでプラス 81.5 ポイントの大トップで決勝進出を決めたのである。まさにスピード&パワーが備わった無敵の怪物となったわけである。次に小島のデータを見てみよう。山田に比べると何とも転敗数、リーチの回数の少なさが際立つ。リーチの成功もなんと一度だけということがわかる。しかしなぜ予選第2位で勝ち上がってくることができたんだろうか。これほど少ない数値での第2位、これこそ小島マジックの極致といえよう。同様に飯田を見てみよう。やはり山田と比べると圧倒的に転敗数が少ない。しかし
小島飯田ともに 2,3 回戦目は1位を獲得している。果たして数値には見えない何かがあったんだろうか。このチャートは1回戦から4回戦までのデータを拾い上げてみたものである。転敗数は場数は多いものの圧倒的に山田の36が目立つ。そしてリーチの回数、リーチの成功ともに山田。そして面前でのロン上がりで初めて飯田が山田に肩を並べた。面前でのツモは山田と小島、8000点以下の上がり回数、また満貫以上の上がり回数も山田と、全ての面で山田に軍配が上がる。次に前室のデータを別の角度から算出してみた。そうすると意外な事実が判明したのである。あれほどダントツの数値を誇った山田は転敗率のみ、逆に上がりの成功率は小島、飯田に至ってはリーチ成功率、満貫以上の長打率、面前率と三冠を保守していた。これはそれぞれの1回戦から4回戦までの得点と失点をまとめたグラフである。得失点差を見ると、山田に比べ小島飯田は失点が少ない。つまり小島飯田は少ないチャンスを確実にものにしていたといえる。差し詰め5の山田、10の小島、技の飯田とでも言えようか。そうですね、ジャニー会代表の山田マネージャー、うちのパイロットのスタッフなんですけども、トップで通過してくれたのがやっぱ嬉しいですね。兄弟でちょっと大暴れしたいですけど、とりあえず丸と対決するのが、もちろん自分の目標でもあり、今ハイノートで待ってるみんなの夢でしたから、あとは丸と2人でワンツーフィニッシュで決めれば目標は、最終目標は達成です、なかなかやっぱね、今の若い人ね、向かってくるからね、だからその勢いに負けないようにね、さばいていかなきゃいけないけど、どうなることかね。こっちもね、僕もどっちかっていうと向かっていこうのもあれなんだからね。だから、競り負け、もろに競り負けはないだろうと思うけどね。やっぱり同世代というか、昔からやってるプロ仲間の方がやりやすい面もあるんですけど、こういうなんていうか派手な大会で決勝のことはあまりないんで、あんまり気にせずにね、目いっぱい戦おうと思ってます、兄弟対決というか、丸もこれでやる気になったでしょ。兄貴としてもね、あいつ今まで親不孝ばっかですから、私にここで私親孝行してくれればと思ってますね。お疲れ様です。やがてハイの音のみがこだまし、沈黙の帳が下ろされる。トン一曲、ドラは9ピン、チーチャは佐々木、ナンチャ小島、シャーチャ山田、ペーチャは飯田の席順となった。11巡目、親の佐々木がダブトンをポン、同順山田がドラの9ピンを切ってリーチ。ドラ9ピンを雀頭にハイパイからの孤立牌、ローピンにウーピンを引き込んでの数値ピン待ちである。
14巡目7、8、9の3色を途中で切り替え、ピンズの両形を残していた飯田がウーピンを引き込んで転敗。終盤ともあって一通の手代わりを待たず三面ちゃんでリーチ。トン1局は飯田山田ともに上がれず流局、舞台はトン2局へ移る。トン2局一本場、ドラはパーソー。親の小島はどうやら想図の本逸の様相である。5巡目E1 数層のシャンポンで転敗していた飯田が3層をくっつけ、ドラ1丁の両運送待ちでリーチ。しかし5巡目だというのにチュンチャンパイの両層運送はすでに3枚切れている。ひたすら本逸に走る小島が2枚、山田の手の内に1枚、残るは山にあと2枚である。9巡目山田は数案を引き込み、ドラ絡みのペンチーソーで追いかける。同巡小島は飯田から出てきた白をポン、何発のシャンポンでテンパった。次巡小島はドラであるパーソーを強打。同巡ペーチャの佐々木からションパイの発が出てきて親満、リーチ棒4本プラス1本まで16,800のプラスとなった。トン2局2本場、佐々木のリーチをかわした山田がトンドラ1を佐々木から上がる。トン3局、ドラはチーワン。親の山田にチャンスが来た。ハイパイからチュンがアンコウ。3巡目にドラチーワン。4巡目に3ワンを積もり、ドラ含みの本逸へと手を進めてゆく。12巡目山田ウーアンを567の形でチー。同巡チーピンを引き込んだ小島は単品ドラ1含みドラそばの6球1でリーチ。二巡後親の山田が数案を積も、一数案受けの転敗。この二人のめくり勝負かと思われた。16巡目
ピンズの陳逸模様だった飯田がなんとスチーワンでリーチ。しかし自順 E1 をその飯田が山田に打ち込んでしまう。ロン、山田の低く重い声が飯田を直撃した。トン3局一本場。どうやら局面は小島と山田のマッチレースとなってきたようだ。そんな中、先に親の山田が仕掛けてきた。小島は 1,2,3 の3色狙い、6巡目、小島のつもぎりパーピンをポン。ドラウーワンの2丁使いを生かして単野を狙いに絞り込んでいる。そんな矢先、なんちゃの飯田がウーソを積も、一数チーピンの三面ちゃんでドラウーワンを川に投げ捨てた。間髪入れず日本、飯田の入り目だったダ・パーソー、三走三ピンのくっつき天敗を目指す。山田はツモ2ピン、ダ・三走、数ピン肩上がりの天敗。自順2ピンをツモ、3ピンを切ってトイトイに移行する。すでにハネマンの確定、これを確実に上がりきることができれば1回戦目はかなりの確率で勝利が転がり込んでくる。飯田も三面ちゃんの一数チーピンが積もれない。13巡目、飯田は山田の論牌であるチーソーを引いてきてしまう。18,000点、飯田はついに箱下となってしまった。トン3局2本場、山田のみが天敗、しかも最終巡目に天敗という運のつきよう。山田は天王も味方につけた。トン3局3本場、9巡目、死にたいのはずの飯田がリャンワンを曲げた。町はリャンウパーソー、ここまで実に5回目のリーチとなった。佐々木はソーズ、小島はピンズの共に本一模様。山田はチートイツのイーシャンテン、ツモパーソー、何のためらいもなくつもぎり。一発がついて3900点プラス3本場900点、計4800点の初上がりとなった。トン4局11巡目、親の飯田がリーチ。しかし山田の闇点にぶち当たる。山田はこの時点ですでに6万点を超えた。難一局、親は佐々木、ドラはリャンワン。親の佐々木の顔からはすでに覇気が消え失せている。
7巡目、小島に3色確定のウーソーが入る。数案を抜き取りリーチ。佐々木、白を打つも三元牌すべてが統一になり、チート一のイーシャンテンとなる。小島の川を見つめる目が熱い。この時小島は後引きのワンズで川に迷彩を作り、ローワンを引っ張り出すプランを練っていたに違いない。そんな小島をよそに、佐々木はドラ・リャンワンを積もる。手役が絞りきれていない佐々木からいとも簡単にローワンが滑り落ちた。佐々木もついに箱下となる。難二局、山田が面本チート一のリーチをかけるも不発。先にリーチをかけた飯田とともに二人転敗。難三局一本馬、ペーチャの小島はハイパイからドラ数案が暗行。七巡目、国士に走る佐々木のウーピンを五六七という形で地位。すでに様相は山田とのマッチレース。この手を上がれば肉薄できることは十二分すぎるぐらいに分かっている。11巡目、数ピンを積も4戦2戦。小島は山田との差を3400点としてオーラスを迎えた。難4局、ドラ短期のリーチをかけた小島、親の飯田の食い谷に捕まる。難四局一本馬、ドラは三腕。山田が五万八千点、小島五万三千百点、四千九百点の僅差である。小島が三千九百点以上の手を積もるか直撃でひっくり返る。その小島は単野王と一通の両天秤をかける。7巡目、小島のチーピンを山田は6、7、8の形でチー。あくまでも逃げ切り体勢に入る。自順、小島のつもぎりの三層を3、4、5の形でまたもチー。ウッパーピンの形で天牌を取る。しかし
着々と思いがけない手作りをしている男がいた。親の飯田である。ドラ3番を雀刀に完全に狙いを梁平校に絞っていた。10巡目小島晴れない。なかなかテンパることができない。すでに通風路している山田がテンパイしているのは当の昔に察知している。山田も同様になかなか積もれない。11巡目飯田は待望のパーワンを引いてきた。6球走待ち。ダマ点でも最低1万2000点ある。しかしあえてリーチ。最後の頼みとばかりローワンを曲げる。ローソーツモで親倍まである。しかしそのローソーは佐々木の手配の中。同順山田ドラ3番を叩きつけるようにしてつもぎり。飯田も気迫は負けていない。ダ・ウーソー。佐々木が一瞬たじろぐ。しかしその佐々木がパーピンをつもぎり。ロン。それは兄貴として慕う山田の声であった。1回戦の幕切れは山田の逃げ切りで決着がついた。やがて短いインターバル。会場の片隅でこんな光景を目にしてしまった。佐々木の前に立つジャンキこと桜井翔一。あまりにも不甲斐なかった佐々木を容赦なく叱咤する桜井。お前の巻き方は頭の向け側で分かってる。やがて2回戦が始まる。佐々木の目には光るものがあった。頑張れ佐々木。桜井がギャラリーをかき分け前に進む。山田佐々木を我が子のように育て育んできた彼にとって佐々木がボロボロになる姿は己が身を切り裂かれるよりも辛いことだろう。再び沈黙の帳が下ろされる。第2回戦トン一局。ドラは三品。チーチャは山田、ナンチャ飯田、シャーチャ小島、そしてペイチャに佐々木。佐々木はハイパイから九種十杯。今の彼にとってこのハイパイはあまりにも重すぎる。三巡目山田は数ピンツモでダ・イーピン。このダ・イーピンこそが彼の運命を左右する一打ともなる。通常は初もしくは三ワンおよびパーソーの一丁を落とし、しかしこの時からはすでに五六七の三色を脳裏に描いていたという。佐々木の五巡目彼は方向付けをチートイツに絞る。ようやく彼本来の持ち味である冷静沈着なスタイルに戻りつつあるようだ。山田六巡目ウーピンツムのダ・ローソー。二巡後ウーアンツムでノータイムのダ・パーソー。同順小島はこの背景に数層を引いて手が止まる。
ダ・スーピン3アンコを狙いに切り替える。同順佐々木もイーチャンテン。9巡目山田は狙い通りチーピンを積もり振り点を解消、すぐさまリーチ。絵に描いたような構想に思わず見入ってしまいそうだ。町はスーチーソー。こうなると積もるのも時間の問題である。二巡を見事に高めのチーソーを引き上がる。6000オール。会心の一打に心も高ぶる。また一歩最強位に近づいた。トン一曲一本馬、山田佐々木揃って天杯。山田の場合特に中盤の三走ポンからの天杯は牌の流れを変えた。トン一曲日本馬、ドラはチーワン。佐々木の背景が少しずつ良くなってきた。小島は一通狙い、飯田はチートイツのイーシャンテン。佐々木のつもぎったパーワンにロン。また山田が3人を突き放す。トン一曲三本馬、佐々木に本日2回目のリーチがかかっている。小島は4巡目にシャオポン、次巡チーピンを6、7、8の形でチート、本一の様相だったが、やがてトンの統一落としで脱落。佐々木の町はリャンパーピン。休め高めはあるものの、佐々木にとって本日一番の光景であることは間違いない。ポン。13巡目、小島が捨てた初に山田が食いついた。山田にとってここで連チャンを重ねれば、相手が戦意を失うことを計算した上でのポンであろう。再び膠着状態が続く。
つも。十七巡目、佐々木がつもの声。待ちに待った上がりに声も上ずる。裏ドラもつけて3000-6000の羽根マンをものにする。桜井が小さく何度もうなずく。佐々木に目の輝きが戻る。さあスパートだ。トン2曲ドラウアン。五巡目、佐々木の手配には1、2、3の三色が見えている。よし。同順山田がリャンピンを引き込んでのリーチ。町はドラマ滝のスーチーワン。九巡目、小島は九案を積もり少し考えてから嘘切りのリーチ。町は天三ピン。この先手代わりが期待薄だからかけたのか。自順引き上がったのはやはりこの男である。余裕すら感じさせるこの顔に動揺など微塵もない。トン3曲ペーチャイーダ。すでにハイパイからウーピンが4枚。四巡目、スーソーツモ、ウーピンカン、ダ・チーワン。8巡目、リャンワンを積もってチュンを切ってのリーチ。十二巡目、小島が数案を引き込みリーチ。イーペイコー含みのウッパーソーで箱を切って追いかけた。ワンテンポ遅れて
その白をポンしたのが佐々木。白本一のイーシャンテンと形を整えた。しかし自順積も上がったのは飯田である。裏ドラをしっかり乗せて2004戦プラスリーチ棒、飯田が息を吹き返した。トン4曲、ドラはウーソー。佐々木、6巡目にチーピンを積もってすぐさまリーチ。声に張りがある。もう完全に吹っ切れたようだ。4巡をパシッとばかりに9番を積もり2600オール。佐々木はこれで3万点ラインに浮上した。トン4曲一本馬。小島一人の点。もう1回戦の勢いはなくなってしまった。トン4曲日本馬、なんちゃの飯田が11巡目にリーチ。このリーチに対しウーピンの壁を頼った小島が一発で補充。2600プラス日本馬の600、3200点を飯田に。小島はついに箱を割ってしまった。現在山田がトップ、以下佐々木、飯田、小島の順。これほどの飯田小島の苦戦を誰が予想しただろうか。難一曲ドラは急走。7巡目に佐々木はそのドラを切ってリーチ。同順なんちゃ飯田がこれをつもぎった。佐々木ももうこうなると止められない。手のひらの中で先天棒が踊った。難2曲17巡目、飯田の手配がゆっくりと倒される。2900点。飯田もまだ死んではいない。難2曲一本馬ドラウーピン。9巡目にリーチをかけた小島に久しぶりの感触が戻った。裏ドラも乗って4000、2000の満貫。一本馬という顔にはかすかに微笑みがこぼれる。まだ諦めたわけではなかったのだ。
南3局、親の小島が8巡目にリーチ、2巡を山田も追いかけたがあえなくアウト。リーチ単野の3900点をもぎ取った山田は3万5200点の2位に落ちてしまった。南三局一本場流局、山田の一人天敗に終わる。佐々木との展望の差はわずかに1400点となった。南四局二本場、佐々木がトップを取るか、あるいは山田がトップを取るか。佐々木がトップを取ればワンツーフィニッシュ、それがみんなの夢ですと語っていた山田のその言葉は実現する。ギャラリーが固唾を飲んで見つめる中、13巡目、弟弟子の佐々木からローピンが出てきた。山田は何のためらいもなく手牌を倒した。全てが終わった。はい、おめでとうさんね。古川海将氏の言葉の後は、どこからともなく拍手が湧いてくる。桜井自らが弟子たちを称え迎えている。昨年を思い出させるようなこの光景、桜井の目の周りがみるみるうちに赤く染まっていく。親友の清水健太郎氏も駆けつけてくれた。惜しくもワンツーフィニッシュとはならなかったが、佐々木も立派に戦った。君はもっともっと強くなれるはず。歓喜をジャンキ界のみんなと分かち合う中、じっと涙をこらえる山田。そんな彼を桜井翔一はこう称えた。無職であった山田が七色の虹に染まった人たちより光り輝いた時であった。やったれば全国の色なき和光土に感動とエネルギーが肺を通して伝われば、天を駆け上がるほどの無常の喜びである。